黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ。いや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 、すっげーすっげーよ。あのね、こぼれ落ちてます、幼虫さんが。おお、はい。はい、どうも、こんにちは。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。今日はね、これをやっていきたいと思います。よいしょ。はい、これですね。これはね、メタリフェル細赤クワガタの産卵セットでございます。セット組んだのは12月28日。で、そろそろ2ヶ月経つんでね、幼虫で回収するには頃合いかなと思っております。うん。で、ちなみにオスの方はね、残念ながらね、1月の終わりぐらいにね、亡くなっております。で、メスの方なんですけど、餌食べてないんで、おそらくメスの方もお亡くなりなんじゃないかなと思うんですよね。で、今日はね、この子たちの割り出しをしていきたいと思います。で、実はね、もう見えてるんですよ。見てください。ここ、もう幼虫が見えてますよね。バッチリ産んでるんですよ。で、こっちの方にも見えてます。ここ。ということでね、産んでるのはもう間違いないです。あとはどれぐらい数が伸ばせるのか、それからね、メスが生きてるのか、そんなところだと思います。ということで今日も頑張っていきましょう。よいしょっと、ちょっと画面揺れますよ。あ、ここにメスみたいなのがいる。これがメスですね。メタコちゃん。大丈夫かな？メタコちゃん。メタコ、あ？これは、え？あ、かろうじて生きてる？あ、触覚動いてる！生きてる！メタコー！メタコね、かろうじて生きてますよ。よかったー。はい。ありがとうね。ゆっくり休んでね。では、行きまーす。せーの。あっ！おー！なんかいっぱいいるかも。おー！ちょっと待って、いっぱいいるんじゃねーの？いや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 、すっげー。すっげーよ。あのね、こぼれ落ちてます、幼虫さんが。おお、はい。一匹目というか、もうむちゃくちゃいるんですよ。ここにもいるしね。ね。すごい。わ、待って、入れたくなかったの入れちゃった。二匹目。いや、ここにもこぼれ落ちてる。よいしょ。三匹目。ええー、やばいぐらい産んでんじゃないのこれ。わあ、わあ、すごい。やばい。はい、四匹目。わ、やっべえ。こぼれ落ちるぐらいいる。五匹目。わ、あそこにも。ここにもこぼれ落ちてる。すごい。わあ。ああ！はい。なんだなんだ、6匹目。もうこぼれ落ちまくり。すんげえ。一瞬でこんなになっちゃった。すげえ！おお！いや、これはすごい。どんだけいるんだ、これ。そうそう、これね、産卵木をね、削ってね、入れたんですよ。そっちの方がね、生まれるっていう。うわあ！いたー！7匹目。7匹目です。うお、強烈。すんごいいっぱいいる。え、マジ？すごいじゃないか。やばーい！生まれたばっかりだ。ちっちゃい。
これ別の幼虫じゃねえやな。ちっちゃい。あ、うまい。ああ、ちっちゃい。ミニミニすぎる。あ、取れた。ええー。ちっちゃい。ちっちゃいっす。やばい。これ産みすぎじゃないか。想定外に産んでる。の？うわ、これすごい割り出ししづらそうだな、この木が。ねえ。この木が。この木があってね、割り出しは難しいかも。あ？手に刺されそうだもんな。うわ。あれ？あれ？もう終わり？え？え、もう終わり？あら、むちゃくちゃいると思ったんですけど、そうでもないのかな？あ、いたいたいた。ちっちゃい。いや、めちゃくちゃちっちゃいっすよ、これ。はい。わあ。難しい。はい。ねえねえねえ。こんなにちっちゃいっす。でね、もう一匹いるんですよ、あっちに。見逃さないぞ。ここにいるだろう。ほら。今度はでっかい。今度は結構成長してますね。はい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 。ゲットでございまーす。もう10匹じゃないの？とりあえずバッサバサッとこう、探していきましょう。バサバサッとね。バサバサッと探して、いるのかどうか。これやばいな、難しいわ。とりあえずこの木を回収する？はい。木回収していきます。はいはい。ね、一通り大きい木は回収しました。たらね、ここに見えてます。まだ一匹。ね。はーい。もう十匹超えてますよ。で、もう一匹いるんですよね。ここ。ちっちゃい。最近孵化したんじゃないかな。すーんごいちっちゃい。これはね、結構割り出し気を使うな。ちっちゃいから。あ、いた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 。ここですよ、ここ。うわ、ちっちゃい。マジちっちゃい。いや、わかるこれ。これ、ほらほらほら。これっすよ、ちっちゃい。これは絶対見落とすな。これ見落とすんでね、しばらくこのまま置いといて大きくなる、なってまた1ヶ月後ぐらいに見てみるしかないのかなという気がしますね。絶対1匹見落とすわ。はい、ね、いつものね、ちょっとずつ見ていく作戦やっていきます。じゃあ行きましょう。いた！幼虫はどこだ？正解は、
ここです。ぎゃー、ちっちゃー、極限の小ささ。これはね、ウォーリーを探せより難しい。ちっちゃいなー。幼虫はどこだ？正解はここ。これはさっきのよりは大きいけどね。生まれたばっかりっす。はあ、一通り見ました。ね、ただね、見落とししてる気しかしないっす。こんだけ小さかったら、わかんないっすよ。卵っぽいのはなかったんですけど、あの幼虫の大きさだから卵も相当小さいと思う。いやー、もういったね。はい、もう今回はね、これで見るのやめます。そしてね、あれですよ。ケースの中に入れてね。また1ヶ月後。ちょっと幼虫が大きくなってね。残りの子たちを回収したいなと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、やりましたよ。結構取れましたね。まだこの中にね、いると思うんですよね。だけども、あまりにも小さすぎて、ちょっと見つけるのが困難。なので、取りこぼしはね、これで管理して、1ヶ月後ぐらいにね、回収したいなと思います。ひょっとしたら卵もあるかもしれないですね。はい、それではね、結果発表です。結果、これだけ取れました。見えねえじゃねえかと思うんですけど、幼虫マンション作ってみました。ね。酸欠は特にね、問題ないと思います。全然空気入るんでね。うん。で、まあそうですね、ちょっと今、プリンカップとかにね、入れてる時間がなかったんで、こんな感じでね、やっております。はい。どうでしょうか。全部でね、今のところ15頭おりました。うん、結構いい感じ。まあね、そんなたくさんいてもね、飼うのしんどいですね。ちょうどいいんじゃないかなと思います。はい。こんな感じでした。ね、よかったですね。いやー、よかったよかった。はい、じゃあ今日はね、これでお別れです。またよかったら感想なんかを聞かせてください。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。